持ちネタ取って入れて出す江頭の基本ギャグ。ちょっと一回やってもらっていいですか。取って入れて出す。腰を引いて両手を出す動作は素人時代に勤めていた朝日ガラスの船橋工場での工程の一つ。おお、詳しい。こうやってますか。うん。ブラウン管をカバーに入れ次の工程に渡す作業の表現である。ブラウン管が前から流れてくるんで、アルバイトしてたのね、はいはいはい、ブラウン管、テレビのブラウン管、はい、それを前から流れてくるから、はい、ブラウン管のこうなってるここを取って、はい、そしてそれを箱に入れて、はい、その箱を出す。取って入れて出す。これをものすごい速さにしてた。それで生まれたギャグ。続きのちょっとエピソード書いてます。はじめ同僚たちはこのあまりにも奇妙な動作を嘲笑していたが、江頭の師匠通りにやってみた結果スピードアップが図れるようになり、江頭が工場を辞める頃には同僚の誰もがこの動作をしていたという。どういうことですかこれ。俺ものすごい早かったんだよ。取って入れて出す、取って入れて出すって、はいはいはい、最初笑われてたの、はいはいはい、でもあまりにも効率がいいからみんなに教えてくれって工場長から言われて、みんな同じだから船橋工場に勤めてたやつは全員俺と同じギャグをやれて。